九州に地震速報来たから失礼します。地震6弱ですって。地震警報で目が覚めた。6すごいな。私今マジで想像できないな。一番強い何ぐらい3とかだったかな。経験したのは地震ってめっちゃ怖いね。しかもなんかイメージ通りにこうゆらゆらでもなかなかドンと来るのは全く想像と違った。お大事に。何もないといいけど。死をまとうバルハザク。割と揺れた。ついでになんかもっと大きいの来ないといい。それはな。地震来ましたわ。関西でしたっけ。落ちん何もなかったから大丈夫だな。みんなお大事に。九州だから津波とかも来そうな感じがするけど、 M6.4 らしいです。マジで想像つかない。最近もなんかタイだったっけ、地震があって津波は日本まで来てたのは。最近地震多くない？心配だな。高知県かな。高知県が一番揺れてるみたいです。福岡は警報鳴りましたが大して揺れませんでした。それは良かった。どんな感じ。ここまだ追いついてないかな。学校を書いてる。ちょっとサイトにもよって違うな。あ、6。あ、場所の6とか5とか4とかもあるし。6弱。6.4、深さ約 50km。この地震による津波の心配はありません。だといいけど。でも6とかだったらもう来そう。すごい来そう。南海トラフっていう大きめの地震に連動する可能性あると思うので、災害ニュースとか要チェックです。日本でそういう心配する必要があるな。ドイツ地震なかった。ゼロ。何もないといいけど。地震なんかものすごく怖い。噂の話だけで聞いたけど、上からグラス降ってくるとか。地震起こった後中に入ればいいかと外に出ればいいかと思う。わからないのも怖い。経験しないといい。南海トラフ起こったら関西地方はかなり影響受けてると思います。南海トラフ、トラフって何？あ、トラフはガーブ。しかもそのトラフはすごい広いな。そっか、そこで起こったら関西にも影響があると。ね、みんな地震のことっていつ勉強する？小学生の時からは勉強しそうだけど、私は、まあ、小学校の時は出たとしても薄かったと思う。中高半と高校前半ぐらいで勉強してたと思うけど、地震のこと。それもまた割と短かったと思うけど、しかもそこまで詳しくなかったかと、まあ、テーブルの下に入った方がいいぐらい。それもどこまでいい情報のもわからないけど、例えばグラス降ってくるのはまあ聞いた、日本に来るまでは聞いたことない。津波伴うとかも聞いてたりするな。学校だったら、日本だと小学校の時から船に厳しく教えられそうだけど、学問としては中学の理科、高校の物理で習うけど、避難訓練とかは小学校かな。避難訓練もある。避難訓練だったら学校の上に行く。あ、場所によるかな。もっと近くにでかいビルとかあったら、山とかあればそっち行くって感じかな。地訓練だったらそれはな、キーが起こったらどうするという時だけだな。それ以外はないかな。校庭に出るのが普通かな。
そっか、外出るのか。あ、地震な。津波とまた違うよね。地震は怖いので気温は動きやすい格好で寝ることにします。そこまで考えなきゃいけない。大変です。お大事に。何もがないといいけど、じゃあ何も来ないといい。インドネシアで火山の噴火かなもあったそうです。怖い。最近いろいろ起きてるな。あれ、まさか今日、まさかあの地震と共に、いろいろ怖いな。それもまあまあ、日本とかでも、どこで住んでても、一発なんかでかい地震が来ると、まあ、時間の問題でいつか来るみたいなの言われてるじゃん。ちょっと安全と言われてる場所ってあるの？日本の中。なんかこの県だったら、リートのあれでなんかこうで、多分小さい地震以外とかでかいの来ないとかなんかあるかな。ありそうけど詳しくないな。アジアは災害多いですね。そうね、地震から火山、台風こういうのはドイツにもあったなの気がしてるけど、今ストームだけど、まあ屋根も飛んだりするよ、場所によって。それは多分建築が脆くなってるからとか、なんかそういう話かな。まあ多分大したことではないかと。地震とかは怖すぎ。多分ドイツに地震が起こったら、まあね、多分全部立ち直すまでは10年かかりそうかな。私の出身地ベルリン、もしちょっと住んでみたらとか言ったらわかるけど、孤児はマジで終わらないから。同じ場所でなんか2年とか普通に孤児だと思うけど、孤児だな、孤児やってるけどマジで終わらん。どうなんでしょう、沖縄が地震少ないみたいなのは聞いたことあります。台風来ますけど、あ、沖縄なんか台風激しかったような気がしてる。それはなんか聞いたことありますような。でも地震はそんな多くないのは、それは嬉しいな。日本の復興速度は速いですね。本気出したら道とかすぐ治るイメージです。いや、マジでそうよな。マジで日本で道とか工事したら1日で終わる。っていうかもう半日で終わる。早いなぁ、もう羨ましい。日本はそういうのは優秀すぎ。あいつは道直すは何の問題持ってるの？なんで1年とか2年かかるの？あれはちなみにさっき冗談で言ってなかったよ。1年とか2年かかったりするのは。マジで道で、普通に車通る道で工事しだして終わらない。なんか事情があるのは聞いて、たことあるけど、それはまあドイツは書類の多い国で、何をしても許可が取る必要があるから、でその許可を取るのもまた時間かかるし、でじゃあ許可取ったとしたらまた別の問題出て、また別の許可を取る必要があるとか、なんか多分あんな感じで永遠にこうループが、本当にひどい話、本当にひどい。多分特にベルリンだったら、まあ場所によって博物館とか結構昔から守られてる場所とかビルとかあったりするから、そこはもうちょっとまた書類が多くて許可取るのは難しいかと。気をつけてください。地震とか何もないといいけど。行ってみなさい。バイバイ。